はい、英雄伝説黒歴史実況プレイのパート95をやっていきたいと思います。欧州渓谷の先、野外実験棟のそばまでやってきました。この黄色く光ってるタイプの回復装置があるときはだいたいボス戦直前ということでね、気を引き締めて進めていきたいと思います。早速向かいましょう。あったか。結構古い建物ですね。うん、自然科学のフィールドワークの拠点としても使われている施設かな。最先端の研究が行われているようには見えないが、比較的新しい足跡と動力車の車輪の跡があります。最近まで人が出入りしていたのは間違いなさそうですね。ああ、あの先生が捕まってる可能性はあるだろう。ええ、とにかく中を確認して。お、イリスなる猛欲ロアグライム、鳥型の大型魔獣グリオン、かなりの強敵かと。この辺りの主かなんかか、なんとか追い払うぞ。クッ、ピオ、デロス、迎撃を。オーケー、カタル。なるほど。いやー、初手プラスはちょっともったいないんだが、とりあえずエリアルバスターじゃねえよ、クルバレットを離れ目に打っとくか。はい、カトルの順番が回ってまいりました。どうしようかな。ベール貼っとけば状態上耐性だよね。次はラフェリー動けるから、ここはマニエスはもう魔法を演奏始めちゃおう。でここで一旦リゼットにチェンジして、コバルトカーテンを貼っておく。あ、バンが範囲の外に押し出された。アミエさん、魔法攻撃メインで攻めていこうかな。ドライブ開始、最大ドライブ開始。いや、アミエ様、行くぜ。バンはコインバレット。呪いぜ、くらいな。やっ、スキル発動、行くよ。多分火属性の方がね倍率高いかもしれないけど、だね、やっぱりフレアスコールだとヒット数とかそんな感じになるのかな。一緒早いんだって。弱点属性で攻めるってのが効率いいな。なるべくこうヒット数の多いやつ。ドライブ開始、ドライブを開始します。全体に行きやがった。いや、アミエさん、この機は逃しません。
しい。それ、アミア様、崩れました。発動、チャンスだ。崩れたなら0圧か。お見通しよ。慎重に参りましょう。エリアルバスター、エリアルバスター、それ、調子乗ったかな。やっ、外すなよ、そこで。いて。強いんだから今だか判断しづらいな。とりあえず OK。 撃破完了、お疲れ様です。なんとかなったか。どうした、この辺りは理科大学でも定期的にフィールドワークが行われているんです。でも警告堂にこんな魔獣が出るなんて聞いたことがなくて。いや、それを言うなら採掘堂だって。ああ、本来いねえはずの魔獣が現れたっつう話だったが、考えられるとしたら、異常が起きてるのはこの下なのかもしれないな。下ですか？地面の下に何か？さすがはバン様。ここ数年の類似の事件と、こうも早く結びつけるとは。俺のはまた撃程度だ。お前さんの方が詳しそうだな。かつて、内戦や大戦を起こした帝国、独立国や再事変のあったクロスベル、それらの地で七葉脈への干渉によって異変が起きた事例が確認されています。七葉脈ですか？昔義援爺さんから聞いたな。大陸中の地下を巡っている万象の源、東方じゃ流脈とも言われているが、はい、それらに干渉があった結果として様々な異常現象が発生したそうですが、代表のものとして魔獣の凶暴化、新種の魔獣の発生、さらには高位次元に属する幻獣という巨大魔獣なども現れたそうです。そんなことが。さっきの魔獣といい、この状況と少し似ていますね。もしそうだとしたら、バーゼルで現在起きているのは。今の騒ぎでも反応がない。中に人はいなさそうだな。外れの可能性は高そうだが、何か手がかりがあるかもしれない。はい、念のため調べてみましょう。リゼットやばいんで先に回復してからの方がいいか。おい、しょうがねえな、後でなんとかすっか。周りねえよな、なんもねえよな、ねえな。ん？あちこち錆びついてんな。やっぱり人はいなさそうだが。あっちの端末生きてるな。動力ネットのケーブルも繋がってる。もしかしてキャラハン先生が。ボタンでけえな。調べられそうですか？ダメだ。幾重にもプロテクトがかけられている。専用のスキャニングアプリを使います。十数分もあればロックを解除できるかと。すごいですね。精密です。それでいて早い。恐れ入ります。でもなんだろう、この速さはまるで。こいつは
キャラハン先生の手記、ここ数週間のものみたいです。4月某日、探し求めたスポンサーがようやく見つかった。動力ネットでの数回のやり取りの後、アンカービル紹介の営業が訪ねてきた。そして睨んでいた通り、彼はあの A の関連企業であることをあっけなく明かした。彼らは莫大な資金と引き換えに、ある条件下での実験も提案してきた。いくつかあるその条件を実現すれば、実験のスピードを飛躍的に高め、不可能と思われた理論構想を現実のものにできるという。迷った末に私は情報の一部を受けて受け入れた。何としてもあのクロンカイトに勝つために。前提となる最低限の条件、都市全体を利用しての並列分散処理により、ついに全ての準備が整おうとしている。だがまだ最後の壁が残っている。この壁は全くもって容易ではない。それこそ最後の条件を受け入れなくてはな。最後まで迷うことになりそうだが、いずれにせよ必ずや成し遂げてみせよう。空想と思われてた未来の兵器、リアクターウェポンをこの手で生み出すために。カトル君、当たりだったみてえだな。メガネの先生から聞いちゃいたが、同じことを改めて聞くが、実際どれだけ現実味があるものなんだ。やはり可能性は限りなくゼロです。少なくとも現代の技術では。しかもね、それこそ何らかのブレイクスルー、パラダイムシフトやシンギュラリティが今一度起きない限りは。仮にそれが起きたとしても、仮説と実証の繰り返しが必要になるはず。だからこそエプスタイン博士や参考手でも届かなかったんでしょうから。いいえ、届こうとするのを諦めた、今しめた。でもさっきの手記には、ええ、あと一歩でそこにたどり着くような書き方でした。都市全体との並列分散処理、それに最後の条件というのは分かりませんが、何十年かかるか分からない過程を一気に省略できるほどの強い AI。 でもそんなもの一体どうやって。他に手がかりもなさそうだ。一旦持ち帰るしかねえかもな。はい、 CID やギルド方面もですが、もしかしたら先輩あたりなら。お、なんだ今の音は。水の音でしょうか。外の沼からですね。一応確かめてみるぞ。あそこです。アニス、お前さんも見るな。やられたか。キャラハン先生、用済みと判断されちゃったようだな。死因は溺死、何らかの形で気絶させられた後、沼に投げ捨てられた。そんなところね。すぐ検視に回してちょうだい。はっ。ちょっと待った。今す、携帯どっから出した。任せたぜ。ええ、元よりあなたたちの領分じゃないでしょう。どうしてこんなところで殺人が。当局は何を隠蔽している。こちらも現在調査中です。そもそもまだ立ち入り許可は。民間人の犠牲となれば話は別だ。規約にのっとって立ち入らせてもらう。現場保存の鉄則は無視しないでもらいましょうか。
ついに尻尾を出しやがったわけだ。ああ、昨日の研究室での拉致も含めて、連中との取引の末の最後なのは疑いもねえだろう。タルバットと同様ですか。あの時はプチ封じとお見せしめ、今回も同じかは分かりませんが、随分と冷静なんですね、皆さん。人が一人死んだっていうのに、いえ、今にも焼き付けそうなくらいです。こちとら散々やられてるんだ。ある意味絶好の機会ってものぜ。あなたたちも、その二人ともいろいろあったんです。先生のことは残念だった。だがいろいろと手がかりも出てきた。確信に近づいてるの確かだろう。その意味でまだ何も終わっちゃいない。冷静に判断してたどり着くしかねえ。奴らに借りを返すにはな。やっぱり鍵になるのは手記にあった最後の条件だろう。1年半前のクロスベルの再事変、いろいろあったが、あれを起こした黒幕はシンギラリティを起こしたらしい。その時点での人間には到達不可能な未来の技術が観測され現実化し、事件解決後にそれらの技術の全ては一切失われちまったという。そうだったんですか。またヤバい裏情報を。そうした技術が使われたってことか。いえ、それらの技術が再現不可能であるのは各方面の調査からも判明しています。逆に言えば、いずれ人類が再び到達する可能性がある技術でもあるということですが、数十年ないし数百年かかるでしょうし、その時も反応兵器は実現されませんでした。だったら似てるようで根本的に違ってるってことか。全然ついていけませんけど。違うというと、それこそアニエスさんのゲネシスだわ。考えてみれば、ああ、鍵はそこだろう。最事件の時にはなかったフラグメント、古代遺物以上に不可解で謎めいた奇跡を引き起こしてきた原型動力機。仮にそんなものがあるとしたら、それを利用した最後の条件ってのは具体的にはどんなものになるんだろうな。なるほど、確かにそのアプローチなら。チッ、おいチビ、やるじゃねえか。まあそれほどでも全然わかってませんけど、街で頻発する動力ネットと供給網の異常、並列分散処理が原因なのは確定している。不可能と思われる反応兵器の研究、殺されてしまったキャラハン先生、そして符合する点は多いけど根本的に異なっているクロスベルの事件。カトル、行き詰まった時は一度全体として見てみなさい。研究だけじゃない、答えはその中に必ずあるわ。まさか最後の条件というのはどこからねえ。じゃないやっぱり。アニエス、よかった、つながったわね。先輩、どうしたんですか。ああ、早速事件のことを聞きつけやがったのか。そうじゃない、そっちは目くらましよ。急いで戻ってきなさい、お茶会が始まってるわ。おお。ほほ。先輩。あら、見られちゃった。で、みんなは避難させた。ええ、でも一体何が。町に人形兵器が。ええ、やはり闇市場で調達されたものでしょう。持ちこたえるわ。あなたたちも急いで。
先輩、先輩、切れちまったか。妨害、いえ、ジェネレーターの異常動作による通信障害でしょうか。どうしてあんな風に光って、何が起きているんだ。こっちも連絡を受けたわ。一体どうなっている。あれはアルマータ殿の後続艇か。チッ、乗れお前ら。私たちも向かう。あなたたちは現場の保存と各方面の連絡を。はっ、ダメ、支部にも繋がらない。とにかく急いで戻るぞ。今回なんか CID 側からも UGC 側からも協力者っぽいのいないね。おいおい、こいつはバーゼルが非正当員を巻き込むなんて。誰か助けてくれ。逃げ遅れた人が、チッ、結構な数が入ってやがるな。片付けるぞ。さて、では片っ端倒していく感じでいいかしら。あ、これでね、ちょっと早めに、うん、まあまあ今のボタン押し間違えただけだけだけど。こいつは効くぜ。終わりだ。この機は逃しません。あとはお任せします。真打ち登場だ。しゃもらった。スキル発動。頼んだぜアニス。あ、ベテランさん、そうか、近くの敵もやってくれんだ。もらった。よし、頑張れ。ちゃった。いろんなゲームやってるとさ、ボタンこんがらがってくるのよ。言い訳です、すいません。ほらよ、暗いや。暗いやがれ。頼んだぜ、アニス。弱点ねえか。ねえな。あ、そっか、アニエスも一つだ。大丈夫ですか。ビールに隠れてろ。ベルンに請求するから証言よろしくな。え、わかりました。とにかくありがとう。ほら、何を勝手にやってる。おう、先に片付けといたぜ。片付けるのはいいが、こんな時までミラの話か。クレイの時というお前はアルビス、そんな場合じゃないでしょ。かなりの数が入ってるみたいね。手分けして当たるにも。アニエス、皆さん、オデット、アルベルクに先輩も。結構入られたみたいだな。そっちはどうなってる。アラミス星は避難させた。他の外区の班も所在は把握済みだ。通信状況が悪いのが気がかりだけどね。警察や他の遊撃士の人たちにも可能な限りの指示は出しておいたわ。そんなことまで。そうか、君がジンさんがいていたあのブライト家の、あなたが来てたのが不幸中の幸いだったってところね。予見してたのか、予見していたのかは気になるところ、気になるのだけど、あいにく生徒会長として真面目に引率してただけだから、ここまで勝手なお茶会を開かれたら黙ってるつもりはないけど。まあいいわ、指示してちょうだい。あなたというオペレーターがいれば。そうだな、こちらも従おう。任されたわ。え、レン先輩、さっきのあれといい、一体。やばそうな小娘だとは思ったが、本性を表しやがったみてえだな。ま、こっちはこっちで流れ乗っからだまでだろう。リセット、危機管理的にこの局面での奴らの本命は何だと思う。未だキャラハン教授を始めた研究開発は終わっていない様子。
アルバータがそれを引き継ぎ、誠に完成を目指しているとすれば、都市全体の処理能力とエネルギーにおける、結節点を狙っているものと思われます。心当たりが鳴るらしいな。どこだ？ええ、天文台です。あそこはもともと博士の研究室でもある。基部に格納されているんです。動力ネットのメインターミナルでもある中央端末か。そんなものが。オデット、黄色の飛行艇はどこへ？そういえば理科大学に飛んでいったような。間違いなさそうだな。町の方は任せたぜ。派手に駒を動かして宙引きつけてくれや。分かったわ。誰が駒だ、誰が。アルマータの狙い、必ず潰します。ああ、今度こそ完膚なきまでにな。待ってくれアニエス、君まで行くつもりか。ここまでの状況なんだぞ、僕たちといた方が。アルベール君、大丈夫、心配しないでください。ちゃんと戻ってきますから。くそ、想像以上にハードだけど、もう走り出しちゃった感じだね。私たちは私たちでここでできることをしないと。ええ、未だ通信は不安定な状況。各方面への連絡を手伝ってもらうわ。 CID のお姉さん、ギルドのお兄さんたち、オデットにアルベール君も。始めるわよ。はい。いいね、いいね。エアロトラマは止まってるな。シャドウは何とか使えそうだが、だったらとっとと渡っちまうぞ。逃げ遅れた人もいるかもしれませんし、気を配りながら行きましょう。なるほどね。そしたらまあ切りもいいところなので、ここで一旦一区切りにしておきましょう。次回は理科大学の方に向かいまして、まあ、今回の一件の騒動なんとか、沈めていければなと思います。ね、今度こそ連中の企みを阻止することはできるのかといったところですけれどもね。そのやつまた次回やっていきましょう。では英雄伝説黒の奇跡実況プレイのパート95、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。